サンバーナーディーノ軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州南部に位置する軍である。軍庁所在地はサンバーナーディーノである。2000年国勢調査での人口は170万9434人だったが2010年では203万5210人となり19%増加している。その面積は大陸部アメリカ合衆国の中でも最大の軍であり。 合衆国の州と比較しても9つの州より大きく、また小さい4つの州を合わせたよりも大きい。カリフォルニア州の南東部にあり、ネバダ州との宗教や、コロラド川沿いのほとんど人の住まない砂漠や、山岳部から人口密度の高いリバーサイドサンバーナーディの都市圏まで広がっている。インランドエンパイア地域の一部と考えられている。1893年に、 シカゴで開催されたワールドコロンビアン博覧会に出展されたサンバーナーディーノ軍の園芸品1810年5月20日、シエナの聖ベルナルディヌスの祝祭日にフランシスコ・ド・メス神父がこの地をサンバーナーディーノと名付けた。1853年にロサンゼルス軍の一部からサンバーナーディーノ軍が設立された。1893年には軍内の一部の土地が リバーサイド軍に割上された。サンバーナーディの市中心街アローヘッドさんは、アローヘッド湖などの名称に、その景観がサンバーナーディの群称など多くの象徴として使われている。サンバーナーディの軍は南カリフォルニアにあり、リバーサイド軍とともにインランドエンパイア地域を構成している。面積は2万平方マイルを超えており、メリーランド州、デラウェア州、 ロードアイランド州及びマサチューセッツ州を合わせたよりもわずかに大きい。ネバダ州とアリゾナ州と境を接する唯一の軍であり、複数の州と接する二つしかない軍の一つでもある。モハーベ国立保護区が特に週間高速道路15号線と道40号線の間に位置する東部砂漠のいくつかにまたがっている。この砂漠地帯にはコロラド側に沿ったニードルズ市や 週間高速道路15号線都道40号線接続部に位置するバース投資もある。デスバレーの西部、軍内の北西部にはトロナがある。デスバレー国立公園は大半が陰陽軍内にあるが、一部はサンバーナーディの軍内にかかっている。軍内にあるモハーベ砂漠で最大の都市圏はビクターバレーであり、この中にはアップルバレー、ビクタービル、 アデラントよびヘスペリアの自治体が含まれている。その南には、ジョシュアツリー国立公園がトーエンティナインパームズ、近くで軍にかかっている。トーエンティナインパームズの近くおよび西には、ユッカバレー、ジョシュアツリーおよびモロンゴバレーの各地域社会がある。サンバーナーディの山脈には、サンバーナーディの国立の森があり、クレストライン、レイクアローヘッド、ランニングスプリングス、 ビッグベアシティ、ホレストホールズ及びビッグベアレークの各地域社会がある。サンバーナーディーのバレエがサンガブリエルバレエの東端にある。このバレエには、オンタリオ、チノ、チノヒルズ、アップランド、フォンタナ、リアルト、コルトン、グランドテラス、ランチョクカモンが、サンバーナーディーの、ロマリンダ、ハイランド、レッドランズ及びユカイパの各地域社会がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サンバーナーディの軍には、サンバーナーディの軍図書館システムがあり、軍内の34支所と、ビクタービル、リバーサイド群、マリエータ、モレノバレー及びデザートカレッジの支所からなっている。支所では、無料インターネットアクセス、24時間週7日間の参照サービス、生態記録、子供向けディライトセンター、 および読み書き学習のようなサービスが提供されている。1898年に建設された、レッドランズの AK スマイリー公共図書館など市が講演する公共図書館も軍内にある。その他軍内の公共図書館としては、サンバーナーディーノ市公共図書館、ランチョクカモンガ公共図書館、アップランド公共図書館、モントクレア公共図書館、コルトン市図書館、 アップルバレー公共図書館及びオンタリオ市図書館がある。サンバーナーディの軍は政治的に喫行した軍であり、近年の選挙では2大政党の候補者が交互に勝利している。2008年の大統領選挙ではバラーク・オバーマが有効投票数の過半数を制し、1992年と1996年の選挙ではビル・クリントンが多数を取って民主党がこの軍を制した。 2000年と2004年の選挙では、ジョージ・ w ブッシュが多数を取り、共和党が制した。軍内は、ラテン系が多く民主党寄りの地域と、より保守的な共和党寄りの地域に二分されている。ラテン系住民の多いオンタリオ、サンバーナーディーの各市は2004年でも民主党を支持、したが比較的低い投票率だった。2006年に、 サンバーナーディーの市人口が21万人を超したが、2004年の選挙で投票したのは42,520人に過ぎなかった。2006年、共和党の強い乱直モンガ市は人口14万5千人を超えていったが、そのうち5万3,054人が投票した。アメリカ合衆国会議員の選挙では、カリフォルニア州第43選挙区の全区と第25、 第26、第41及び第42選挙区の一部が、軍内に入っている。民主党の上部下が議員を務める第43選挙区を除き、他はすべて共和党議員が占めている。カリフォルニア州議会下院議員の選挙では、第32及び第34選挙区のごく一部、第36、第59、第60、第61及び、 第65選挙区の部分及び第62選挙区の全区が軍内に入っている。民主党議員が務める第61及び第62選挙区を除き、他のすべては共和党議員が務めている。カリフォルニア衆議会上院議員の選挙では、第17、第18、第29、第31及び第32選挙区の部分が軍内に入っている。 これらはすべて共和党議員が務めている。2008年11月、カリフォルニア州務省によると2009年5月時点で、軍内には80万6589人の登録有権者がいる。この中で32万4857人は民主党支持と30万6203人は共和党支持と登録され、残りは少数政党支持か、減命を避けたものである。 サンバーナーディの軍保安部はかなりの数のヘリコプター部隊を所有している。写真はリアルト本部にアルベル212都市コルスキー S-61 軍の主要警察機関はサンバーナーディの軍保安部である。軍内の未編入領域と14の契約紙で警察任務を遂行しており、軍刑務所を運営し、軍最高裁判所では保安任務を行い、 軍内住人のために他にも多くの任務を担っている。サンバーナーディの軍保安部のフィル・ブラウン部長は、ハイ砂漠など、軍内の遠隔地では、ギャングの活動が活発になっていると語った。地下のギャングとアフリカ系アメリカ人ギャングの間の人種的緊張関係が、インランドエンパイア地域で劇的に高まり、田園部でも影響が出ている。ブラウンは、より遠隔地に進出しており、 ギャングに対抗するギャングになっている。一般大衆に対する暴力が増え、手当たり次第になりつつある。と語った。保安部による2005年の犯罪統計は以下の通りである。軍はサンバーノアーディーの軍統合消防地区を運営している。この部は、軍内未編入領域で一部独立した消防地区を持っている地域を除く地域、また部と契約したいくつかの都市に対し、消化、 救急及び緊急医療サービスを提供している。カリフォルニア州県事総長、ジェリー・ブラウンが2007年4月に軍を提訴した。これは、カリフォルニア州環境品質法の下で、3月に承認された軍の25年間成長計画が、地球温暖化の影響を捉えていないというものだった。生物多様性センター、シエラクラブ、及びオーディボン協会も、別件で提訴した。 原告団の主席弁護士であるブレンダン・カミングスによれば、サンバーのアディーの軍は好まないプロジェクトは行わない。ハンデをしたような発展を描いている。フロンティア精神そのものであると語った。原告団は、軍の成長計画の環境影響評価を書き直し、温室効果ガスを計測し、それを減らす方法を含めるよう求めている。軍スポークスマンのデイビッド・ワートによれば、 軍内の15%しか軍によってコントロールされてはおらず、残りは都市、連邦政府及び州政府の土地である。しかし、軍は雇用の中心であるのが任務であり、交通回廊近く住宅を確保して、交通量を減らし、コンパクトな開発と大量輸送手段を促進するのが課題だと言っている。軍は法廷闘争のために32万5千ドルを準備している。 州と軍は2007年8月に和解に達した。軍はその全体計画に、温室効果ガスの排出一覧と削減目標など、温室効果ガス排出量削減計画を含める要素の総合計画を修正することに合意した。ありがとうございます。